転職をお考えのあなたに、キーワード、京都で就職、介護、働く、キャリアアップ。異性会グループの組織です。2035年へ向けて求められる、変革、都職員の、心理的安全性、高めるために異性会グループでは、組織力強化に努めています。本部に、介護、と看護、それぞれ統括部長の下産業隠後施設を運営し、 地域での役割拡大と質の向上に努めています。介護、福祉の方針です。ご利用者様の安心、生命、暮らし、尊厳を守り支えるサービス。私たちが目指すものは、ご利用者様の笑顔と職員の笑顔。施設運営方針。1、一人一人が介護に誇りとやりがいを感じ、責任を持って関わっていく。2、多職種連携と情報の共有を密にし、 専門職として自己成長できる。3. 思いやりと気遣いのある職場環境を作る。です。行動基準は、1. ご利用者様に対する姿勢として、1. 私たちはご利用者様が快適に過ごせる環境を提供します。2. 私たちはご利用者様の生活と権利、義務を尊重し、自己決定、自立への支援を行います。3. 私たちは、ご利用者様のプライバシーの権利を擁護し、業務上知り得た個人情報について業務中か否かを問わず、秘密を保持します。また、その業務は生涯にわたって継続します。2、職員の業務に対する姿勢として、1、私たちは、見る、聞く、触れる、という基本動作と、考えることを大切にします。2、私たちは、 ご利用者様の生命力、生活力を引き出すサービスを提供します。3. 私たちは自己流や定義のないやり方を否定し、ご利用者様の心身の状況を的確に把握し、証拠、根拠に基づいた介護福祉サービスを提供します。3. 地域社会に対する姿勢として、1. 私たちは共同の精神で地域の福祉、 医療、保険その他関連する業務に従事する者と連携し、ご利用者様の在宅復帰、社会生活をサポートし、共に生きる社会の実現を目指します。2. 私たちは法律や各種政策、施策、社会習慣を守り、社会の信頼に応えます。3. 私たちは地域の社会資源を把握し、 ご利用者様がより多くの選択肢の中から支援内容を選ぶことができるよう努力します。4. 職員の組織に対する姿勢として、1. 私たちは専門的な組織を目指し、お互いに自立と責任を大切にします。2. 私たちは積極的に対話し、アイデアを出し合い、行動力を持って組織の活性化を図り、 pdca サイクルによって業務改善を積み重ね、統制された組織を強化します。3. 私たちは、異性会グループをチームとして捉え、施設や職種のみの利益にとらわれず、他部署との連携を通じて、より良いフードづくりを推進します。異性会グループの医療は、京都府や私に、やわた中央病院150床、同じくや幡市に、京都や渡た病院156床、 京都府総落群聖火町に、学研都市病院三略省の三病院を運営しています。介護、福祉の施設については、看護、介護、機能訓練を中心とした医療、ケアを提供する、介護老人保健施設として、京都八幡病院に隣接した、岩清水、学研都市病院に隣接した、土地の木、八幡中央病院に隣接した、梨の里、ガーリー、 居住福祉型の長期入所サービスを提供する特別養護老人ホーム、ゆりの木サービス付き高齢者向け住宅のテレザート桜のご施設を運営しています。異性会グループ介護職員数は介護福祉士104名、介護士41名で合計145名、介護支援専門員は14名、一部施設の職員構成として、梨の里を紹介します。 介護福祉士33名、介護士18名、介護支援専門員6名、支援相談員8名、など多くの職員がそれぞれの専門性を発揮し、共同しています。介護老人保健施設の岩清水は、いたわりと、優しさと、安心、そして地域との触れ合い、をテーマに、利用者様が安心して利用できる施設づくりに努めています。 解説は1998年、入居定数100名、内認知症専門等30名に対し、施設サービス、ショートステイ、デイケアのサービスを提供しています。介護老人保健施設の土地の木は、気配り、思いやりから生まれる信頼関係を大切にしています。解説は2011年、入居定数100名、内認知症専門等30名に対し、施設サービス、 ショートステイ、デイケアのサービス、居宅介護支援事業所のサービスを提供しています。介護老人保健施設、なしの里は利用者様と施設職員は、心の通い合う介護を通じて、お互いの信頼のもとで、共に手を携え、家庭への復帰を支援し、豊かな老後の実現に努めています。解説は2012年、入居定数150名、 うち認知症専門等50名に対し、施設サービス、ショートステイ、デイケア、居宅介護支援事業所地域包括支援センターのサービスを提供しています。特別養護老人ホーム、ゆりの木は笑顔で挨拶、入居者本位に質の高いサービスを提供しています。解説は2008年、入居定数70名に対し特養50名、ショートステイ20名、デイサービス30名、 居宅介護支援事業所のサービスを実施しています。サービス付き高齢者向け住宅、テレザート桜は、心の通い合うサービスを通じて、自分らしさを大切にした暮らしの実現に努めています。開設2015年、居室総数56室に対し、施設サービス、ヘルパーステーションのサービスを実施しています。採用情報です。資格、勤務、福利厚生、永年金属表彰、 院内給食補助については、画面表示の資料をご確認ください。介護の根幹は、介護の技術と人材育成。ご利用者様のお身体の状態に合わせて柔軟に対応できる職員が、すべてをご利用者様本位で考えることを研修の基本思想。長年、病院と介護施設を運営してきた経験を生かし、ご利用者様本位のサービスを職員自らが考え、 実践できる、ご利用者様を一人を一人に合わせて判断、行動できる、介護のプロフェッショナルを育成する人材育成。すべての人々が将来にわたり安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。多様なニーズに対応する支援体制の整備、 サービスの量的かつ質的な充実に努め、ご利用者様と地域社会の繁栄に貢献し、医療法人としての価値を創造していきましょう。